おはようございました。イスタンブールの空港を歩いていたら、遠くにあった売店のお兄さんにおはようございましたと大声で呼びかけられた。その後店を抜け出して近寄ってきて、いかに自分が日本語の勉強を頑張っているかを力説していった。旅行中に客引きのテレンテクダは一通り見聞きしてきたつもりだったけど、かなりグッときた。仁王立ちで太鼓に向かった白人。ついさっきの話、自分が勤めているテナントにゲームセンターのフロアがあって、そこでプレイを眺めている背のでかい方3名、どうやら白人系の外国人3人と、その案内役らしき日本人親子2人、日本人の子供がデモプレイをしているようで、一通り終えると白人の兄ちゃんにやってみる？とバチを渡してた。最初は戸惑い気味に渋ってた兄ちゃんだけど、おそらく親であろう白人のおじさんに頑張れと勧められると、やる気満々、仁王立ちで太鼓に立ち向かってた。よく見ると背はでかいけど、結構あどけない顔してたから、きっとまだ若いんだろうな。自分は仕事中なので結果まではわからなかったけど、遠くに聞こえたメロディーは特撮ものっぽい音楽でした。レベルは普通を選んでたけど、クリアできたかな。